おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。本日はね、何の話していくかと言いますと、こちらマンチェスターユナイテッドグッドチョイススカウトガチャの解説をさせていただきます。ってことで早速やっていくんですけど、いや結構ね、皆さんがいやいやノリノリなテンションでね、ユナイテッド染めを迎えてくれて私は嬉しいですよ。はい、ただバランなぜ今来たって気はしますよね。みんなするよね、サンチョもね、なぜ今なんだいって気はしますが、まあいいでしょう。もっと言うんだったら、ラッシュフォードセンターフォワードでサンチョレフトミッドフィルダーで初めから来てほしかったなって思っちゃいます。うん、まあいいんですけど、そしたらですね、選手の解説に行く前にいつも通りですね、ガチャの内容を見ていきましょう。今回のこのグッドチョイススカウト、デルピエロのグッドチョイススカウトじゃなかった、レジェンドスカウトか、デルピエロのレジェンドスカウトと確率が同じなので、まあ、その中でどう差別化していくかって話だと思うんですけど、とにかく星5が出てきます。もうね、それしか言えん。ステップ 1,2,3,4 でそれぞれ20,30,40,50の特別獲得枠、ステップ5で1人確定です。さらにステップ6,7,8,9で再び20,30,40,50の特別獲得枠があり、ステップ10でも1人確定と。まあ、交換チケット等がないので、あれなんか知らんけどバランだけ出ないみたいなね、こともなきにしもあらずではありますが、まあ、シンプルに星5が出る可能性だけで考えると、まあ、デルピガチャよりは高いのかなというところです。ただじゃあなんでデルピエロガチャよりもあっちのね、バランガチャの方が星5確率いいのかっていうと、あの通常はお互い 10% ですよ、このステップの内容でね、こんなに特別獲得枠があるのかっていうと、もちろんそれはね、昨日のアップデ解説でもお伝えさせていただきましたが、これが選手の能力によるところなんですよね。さあ早速そしたら見ていきましょう。マルシャル、エリクセン、サンチョ、タイレル、マラシア、そしてラファエル・バランです。まずは大目玉の一人、アントニー・マルシャルから見ていきます。マンチェスターユナイテッド総合値14,000のセンターフォワードです。プレスタイルはストライカー、デビルズキャリア。特徴、戦撃の名手、オフェンス能力がダイアップ、ドリブルが特ダイアップ、ブレイクスルー、シュート、トラップ、スピードがダイアップします。マルシャルの能力を見ても、ドリブル SS、 シュート SS、 トラップ AB ということで、すごく優秀なセンターフォワードだと思います。ドリブルとシュートの能力値に関しては6000弱ありますし、トラップに関しても4000を超えています。スピードもあるので、ドリブルで抜いた後に追いつかれるってことも少ないかな。メンタルも高いので決定力も高そう。メインスキルはベリーザドリブルです。チェーンドリブルになっていて、相手ディフェンダーのパスカットとパワーが大ダウン、そしてその後のパスが必ず発動します、ショートパスね。ディビルズキャリアになると、ドリブルの上昇値が超特大にアップしたり、パスカットとパワーが超特大ダウンのような形です。で、まあ、シンプルにマルシャルの評価なんですが、悪くはないです。 A ランクのレジャースも A ランクにしてはすごく優秀なシュートスキルですし、特段ね、悪くはないが、あえて言うのであれば、やっぱり14,000級だけど特徴3つっていうところは、ちょっとなかなかね、本当に超大当たりなんだっけっていう評価にはなってくるのかなと思います。マルシャルと同じぐらいの性能でいくと、マヌエル・ロカテッリがまさしくそれで、14,000で特徴3つなんですよね。だからロカテッリクラスに、まあ、チェーンスキルがついてちょっとだけ強くなったっていうところをイメージしていただければ、マルシャルのクオリティっていうものがわかるんじゃないかなと思います。さあそしたらお次はクリスティアン・エリクセンいきましょう。ドリブルは苦手ですが、シュートとパスという面ではすごく優秀な OMF です。総合値は12,000、プレースタイルアタッカーですね。オフェンスマスターでオフェンス能力のダイアップ、ゴールブレーカーでシュートとパスがダイアップしてます。メインスキルはマニュピュレートパスということで、相手ディフェンダーのパスカットを下げつつ、味方ディフェンダーのスタミナを中回復してくれるパスです。いや、いいですね。能力はパス AA、 シュート AA ということで、まあ、1対1でドリブルで抜くみたいなものは得意ではないですが、まあ、パスを出してチームを組み立て、そしてまあロングシュート持ってますので、 A ランクのね、フェイタルロング持ってますので、まあ、ミドルからも決めていけると
という意味では、まあ、万能とは言えなくてもチームの中で役に立たないってレベルではないのかなと思います。まあ、ちょっとお茶を濁したような言い方をさせていただいているのは、ちょっとこのエリクセンね、きついかな、能力ね、もうちょっと強くあってほしかったなっていうのが個人的な感想です。さあ、そしたら次はジェイダン・サンチョいきましょう。レフトウィングとレフトミドルフィルダー両方こなせるジョーカーフィニッシャーです。いや、これはね、強いですね。私は今回一番のあたりはサンチョかバラーンだと思ってますが、多くの人にとってはサンチョが一番になるんじゃないかなと思います。なんといってもデフォルトでレフトウィングとレフトミドルフィルダーどっちもできるっていうところが優秀ですよね。それに加えてこのジョーカーの能力、一撃の名手があるのでオフェンス能力大アップ、シュート特大アップということで、フィニッシャーらしく決定力がめちゃめちゃ高いです。能力見ても文句のつけどころがなくて、ドリブル SA、 シュート SB、 パス AB ということで、オフェンス能力すべてがかなり水準が高いです。ドリブル能力値は5500程度、シュートに関してが4500程度、そしてパスは4000程度と、まあ特段大きな欠点がないですよね。これがジョーカーで左のポジションだったらどこでもできるってなると本当に魅力的だと思います。メインスキルのブライトドリブルは、相手のミドフィルダーのパスカットとマーク、かつ相手のディフェンダーのスタミナをダウンさせる万能な、相手がミドフィルダーでもディフェンダーでも効果を発揮できるドリブルですから、まさしくミドフィルダーもウィングもできるサンチョにはぴったりのスキルなんじゃないかなと思います。もともとのドリブル能力高いですし、ブライトドリブルでドリブル能力上昇しつつ、ジョーカードリブル超でさらに底上げされることを考えると、かなりね、突破力高いんじゃないかなと。かつ、まあ、ジョーカーで全ての能力が特大アップする中で、オフェンス能力がさらに底上げされシュートが特大アップしてますから、まあ、A ランクのプレシャスで一応ね、シュート大アップの A ランクのものでも、これでも結構決定力あるんじゃないかなと思います。間違いなく優秀な一人ですし、特に私ね、インシーニエ、カウンターのインタリア攻めの時のインシーニエをまだ持ってるんですけど、そのインシーニエがサンチョと同じようにレフトウィングとレフトミドフィルダー両方できるんですよね、デフォルトで。本当にお世話になっててめちゃめちゃ便利なので、サンチョはね、本当に取った方は長く使っていけるジョーカーになるんじゃないかなと思います。さあ、そしたらお次はタイレル・マラシア行きましょう。レフトサイドバック、バランサイドバックです。タックル特大アップ、ディフェンス能力大アップ、いいですね、ダッシュの連達者、そしてパス取り特大アップということで、攻守に活躍できる素晴らしいサイドバックだと思います。ドリブル SS、 タックル SA、 パス S、 マークとパスカットが BB ということで、まあ、文句のつけどころがないですね。メインスキルはトボンドリブル、相手ディフェンダーのタックルパスカットを下げつつスタミナも削る、かなり強力なドリブルです。A ランクのクラッシュタックルを持っていて、これは相手フォワードのドリブルをダイダウンさせながら自分のタックルをダイアップしてくれます。1対1にかなり強いですね。まあ、サイドアタックのレフトサイドバックというと、どうしてもレアル染めの時の最強ロベカルが筆頭候補になってきますが、マンチェスターユナイテッドで使うんだったら私はタイレル・マラシアの方がいいのかなと。ロベカルも素晴らしい性能でしたが、負けず劣らずなクオリティを持ってきてます。素晴らしいですね。さあ、そしたら最後ラファエル・バラン行きましょう。今回唯一特徴が4つある14000級です。まあね、現状のトップクラスが15000級ってことを考えると、ちょっとこのバランの評価もね、素晴らしい選手ではありますが、デルピエロと比べてマンチェスターユナイテッド詰めを引くほどではないかなとは思ってしまいますね。ただ能力に関しては文句がなしです。遮断の連達者、パスカット特大アップ、ディフェンス能力が大アップ、投手の化身でパスカットとパワーが大アップ、そして迎撃、パスタックル大アップ、パスカット中アップということで、守備能力全般はもちろんかなり底上げされますし、パスカットとかね、特大アップでタックルも大アップ、まあ、かなり強力だと思います。パスパワーも上がっているので、フィジカル面でも大きくね、何かビハインドするってことはないかな。メインスキルのシルフィーパスカット、これも強力です。一定時間自分自身のパスカットとパワーが特大アップして、相手フォワードの全員のシュートを特大ダウンします。かつバラン含めたディフェンス選手全員のスタミナ中回復なので、まあ現状のパスカットスキルの中では最強かな。 A ランクのインサイトマークも相手フォワードのスピードを下げれる面白いマークです。能力見ても文句なしですね。パスカット SS、 マークが SA、 タックル SB ということで、まあ、全ての守備能力がかなり水準高いです。まあ、このバランに関しては現状サイドバックの中では最高クラスのセンターバック、
まあ、この間カンナバーロ、この間って言ってももう半年くらい前ですけど、ファビオカンナバーロがレアル染めに来てましたが、まあカンナバーロとバラン単体性能で比べてもね、劣らないぐらいの性能かなと思います。いや素晴らしい選手ですね。まあ、なかなかね、現状やっぱりデルピエロのガチャが来ているので、このグッドチョイススカウトにね GB 使うってことはなかなか現実的ではないのかもしれませんが、まあ、5人中にねバランやサンチョっていう本当に素晴らしい選手がいますし、タイルル・マラシアもサイドのレフトサイドバックがいない方からしたら本当にトップクラスのファーストチョイスになると思っているので、マジでおすすめです。ってことでですね、本日のグッドチョイススカウト解説はここまでにいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひね、バラン聞かれた方はバランのね口コミをコメント欄にいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございます。皆様の良きゲームラヘ乗っております。豆腐でした。バイバイ。